はい、どうも皆さん、こんばんは。しょうがないとです。それでは、今週も行きましょう。今週の徹子の部屋。今週はですね、月曜日、大和田漠さんから始まりまして、井上さくらさん、金曜日でおしまいというような一週間でございましたね。はい、今週はそうですね、本当に、最初、まあこの並びからも皆さんご察しの通りと言いますか、私水曜日の大竹しのぶさんにぐっともうね、この一週間のスケジュールが出た時にあーっていう感じで声が出るような感じだったんですけれども、まあちょっと月曜日のね、大和田漠さんの回が本当にまあ素敵だったので、まあ素敵だっていうような言い方で言っていいのかもどうかもわかんないんですけども、この回の話からちょっとしていきたいかなと思います。大和田漠さんの回、まあ、皆さんもね、ご存知の通りと言いますか、岡江久美子さんがコロナで亡くなってもう3年ということで、初めてテレビに出て、岡江さんのことについてお話になるというようなことだったので、これはちょっと、生半可な気持ちじゃ見れないなと思って、見ていたんですけれども、まあやっぱりね、声のトーンもやっぱりすごく重たくって、まあ節々にやっぱり辛かったりだとか苦しかったりだとか、どうしてなんだっていうような怒りみたいなものとかも感じるというか、まあめちゃくちゃ押し殺されて、そうは感じさせないような感じはされてたんだと思うんですけど、それでもね、やっぱり昔の岡江さんの映像とか、徹子の部屋にたくさん出ていらっしゃったので、その映像を大和田さんと一緒にご覧になったりだとか、まあ、徹子さんも大和田さんとも岡江さんとも仲が良くてっていうことだったので、徹子さんももう言葉に詰まるというか、いうような場面とかもあったりとかしたので、本当に見ていても、ああ、辛いなっていうか、私はね、もうテレビで見てただけだったので、そんな、何っていうこともない、というか、そんな、辛いとか勝手に言うような立場ではないんですけど、まあ、それだとしてもちょっと、ああ、もうやるせないっていうんですかね、もう何とも言えないところで、よく出てお話になってくださったなというのをもう感じる回でした。で、まあ、その亡くなられた当時のそのコロナにお母さんがかかられてから亡くなられて、まあ一人だけ病室に入ってもいいっていうことで亡くなった後に、こう、遺体をね、安置する袋の中に入った岡江さんを、漠さんがご覧になって、もう次にはもう遺骨になっててっていうような話とか、もう、当時の、まあインタビューとかの時の、遺骨をね、持ってお話になってる時の映像とかを、見てはいましたけども、本当に、ねえ、まあ、当時はどうしてもそういう風にしないといけないっていうような時期だったので、お葬式もあげてあげることができなくってっていうことで、まあ、大和田さんも自分は、葬式なんてあげなくてもいいよっていうような感じの考えだったけど、実際にこうやって、葬式もあげずに、遺骨で帰ってきてってなると、全然亡くなったっていう気持ちの整理がつかないし、区切りにならないし、けじめみたいなものが自分でつけれないっていうことを知って、ああ、お葬式って大事だったんだなっていうのに気づいたっていうような話があって、私もお葬式なんてもし自分が死んだってなってもいらないよなっていうふうに思ってましたけど、まあそういう残す人がいるってなった時には、絶対にあった方がいいのかなっていうのも、教えていただいたというような感じもあったかと思います。で、まあ、お葬式っていう形ではなかったけども、娘さんが音楽葬をしようっていうので、なんか配信でその当時、岡江さんを送る会みたいなものを
企画されて、されたみたいなんですけども、まあ、それでだいぶ気持ちが落ち着いて、あ、やっぱやってよかったなっていうふうに思いましたっていうような言葉も聞けたので、本当によかったんですが、その時の音楽奏の時に撮られた写真なんかを見ると、本当にお痩せになられてて、大和田さんが。もう、辛いっていうのが、やっぱね、お顔の表情なんかにも笑ってはいらっしゃったんですけど、出てるような感じだったので、あれだったんですが、まあ、そっから、大和田さんをね、救ってくれたのが、インスタグラムだったということで、まあ、自分で料理を作らないといけない毎日になってっていうことで、料理をずっと作ってて、で、まあ、その料理のと、写真を、まあ、娘も心配してるからっていうので、娘さんに送ってたら、これ絶対インスタに上げた方がいいよっていう話でインスタグラムに上げ出したら、いいねがもらえるっていうのがすごい自分の中で励みになって、あ、じゃあ次はこうしよう、こうやって撮ろうとか、こういう料理にしようかなとかっていうのを考えているうちに、まあちょっと量が多い方が写真にも映えるからっていうので、量を多く作って、もったいないからっていうので自分で食べてっていう風にしてたら、前より太っちゃいました、なんていう風に、笑ってお話になってくださったのとかを見て、で、今、こうやって徹子の部屋に出て来られた時の大和田さんが本当にね、ちょっとふっくらされて、うん、気持ちの整理も、ね、まあ、つきませんね、なんていう風にはおっしゃってたので、まあ、そんな簡単につくもんじゃないと思うから、あれなんですけど、それでも、ね、あ、ちょっと元気になってこられたのかな、なんていうふうに、思わせてもらえるような、ところがあったので、すごくいい、うん、回だったなと思います。で、まあ、大和田さん、ね、こっから、どういうふうに活動されていくのかとか、まあまだまだね、気持ちとの区切りもつかないし、まあ区切りはつける必要がないって大和田さんもおっしゃって、毎日思い出して、できるだけ多く思い出してあげることが彼女への供養だというふうに思ってるっていうとかもね、おっしゃってたので、なんかそんなふうにやっぱり自分なりに気持ちの整理のつけ方みたいなのを見つけてやっていかれるっていうところには、うん、もうでもそれしかないのかな、なんていうふうに自分でも思ったりとか、はい、させてもらえたりとかして、もうね、本当に素敵な回で、またね、なんか一年に一回とかわからないですけど、定期的に大和田さんに出てもらって、最近はこうしてるんですよとか、娘さんとなんか二人でペアを組んで、なんか全国回ってみようかとかお芝居してみようかみたいな話とかもされてたので、なんかそういう報告とかを定期的に聞けたりとかするとすごくいいのかな、なんていうふうに思ったりもしました。はい。でまあね、水曜日ですね、水曜日の大竹しのぶさんの回もやっぱりね、もうこれは外れるわけがないよねと思ったら、やっぱり大当たりの回っていう感じでした。うん、まあ大竹さんってね、なんてって言うんでしょうね、本当にお話がうまいって言うんじゃない、言うんじゃないってこともないんですよね、なんか間と口調と声のトーンなんでしょうか、なんかね、全てが本当に完璧に面白いように出来上がってるっていう、大竹さんのね、お話ぶりっていうのすごくって、今回もね、まあさんまさんともう30年ですか?続いている合同結婚式じゃないよ。合同誕生会のお話があったんですけど、合同誕生会のお話で、まあ、さんまさんと今も仲がいいからっていうのがあって、で、まあ、さんまさんと、まあ今一緒に住んでるわけじゃないみたいだけど、どうやって予定を立ててこうやって、いう誕生会っていうのは企画してるの?なんていうふうに徹子さんがお話になった時に、あ、まあ今は LINE とかがあるので、まあ、そこに家族 LINE なんかもあってっていう話で、で、うん、
家族ラインとかがあるので、でもあの人はもう彼女かでももうあの人は家族じゃないんですけどって、なんかねさらっとそういう、なんでしょうね、まあ、これも徹子さんに並ぶようなその無邪気な毒っていうか、なんでそんなひどいこと言うのなんていうような風にね、単純に聞くと思っちゃうような文面をなんかさらっと、なんか申し訳なさそうって言うんじゃないんですけど、あはみたいなテンションでおっしゃるから、こっちもえー、って思ってるうちにどんどん心が蝕まれていくっていうね、やっぱり今現代に生きるファムファタールと名高いやっぱり大竹しのぶさんのこの話術の作り方っていうのはやっぱ感じるものがありましたし、あのさんまさんねについても、あのさんまさんってもう普段からいつもやっぱ明るくってっていう風に徹子さんがお話になった時もそうですね、まあ賑やかな人ですっていう風におっしゃったりとか、なんかね、全然悪いことは言ってないんですけど、なんか言葉の選び方というかチョイスに、あ、これはもしかしたらこの人バカにしてるのかなって、なんか毒を今混ぜたのかなっていうのを感じさせるような余白をやっぱりお話の中にお作りになるっていうのがやっぱり匠の技ですね。やっぱこれもやっぱり長い経歴の中で培ったものなのかもしれません。まあそういったところで、ああすごいなというふうに思わせてもらったりとか、したこともありましたし、まあ別れても仲良くいる秘訣っていうのはどういうところなんですかっていう話になった時にも、ここはね、やっぱりちゃんと理由は言わなきゃっていうふうに思われたのかもしれないですけど、まあ尊敬もしてるし、会えばやっぱり、まあ、当然なんですけどお話も面白いから楽しいから、うん、まあ、あの人が楽しい人だからっていうのがありますかね、なんていう風にお話になって、ああそうですよね、やっぱり尊敬さ、お互い尊敬されてるところもあるしね、なんていう風にね、こっちがあーああって思ってもう風呂敷を畳んで、ああいいお話聞きましたっていう風に帰ろうかなと思ったところで、ぐっとね大竹さんが手を掴んで、まあだけど一緒に暮らすのはやっぱり嫌ですねって、言わなくていいよって、それ言わなくていいよって、やっぱこっちもね思うようなことをぐっとその風呂敷の中に入れていってくれるっていう、ありがたい、やっぱホスピタリティというか、うん、っていうのがあります。だからそういったところを踏まえてもね、やっぱり本当に素敵だなと思います。イマルさんがね、ここ最近は、奄美大島ですか？奄美大島と東京の2拠点生活を始められたっていうことで、イマルさんもなんかね、世界に向かってというか、大きな視野で自由に生きるっていう風に今向かわれて、まあ結婚されてるのかどうかわからない。結婚されてはないのかな？なんかパートナーの方と奄美大島で一緒にお暮らしになって、すごい最近は顔も朗らかになって幸せそうですっていう風に大竹さんもお話になってたので、まあね、二人の、いや、マイケル・ジャクソンとレディー・ガガの子供みたいな感じじゃないですか、日本で言うと。なかなか大変だったと思うんですよね。だからそれの中で、まあ辛い思いとか、なんで比べられなきゃいけないんだよっていうようなところで、親の二人と比べられたりとかしたとこもあったと思うんで、こうやってね、なんか自然いっぱいのところで暮らすっていう風に切り替えられて、幸せそうっていう話もね、聞けたので、ああ、よかったなっていうふうに思いましたし、ねちかさんもね、なんか最近、旦那さんじゃないわ。さんまさんがね、女の人をちょっと最近斡旋してくれるっていうので、すごい嬉しそうだっていうような話もあったりとかしたので、ああ、なんだか、いいなっていうふうに思いました。はい。そればっかり、うん、いい回だったなっていうふうに思った回です。あと、
お花がすごい綺麗でした。徹子さんと大竹しのぶさんの間に飾ってあった お花。まあ、なんか、全然見ないような規模のでっかい、なんか、ね、銀河系みたいな感じの花がね、飾ってあって、わ、綺麗な花ね、なんていう風に思った次第でした。はい。というような感じです。はい。ということで、今週も素敵な一週間だったんですけども、今週のベストオブ徹子の部屋ですが、今週はもうこちらですね。はい。月曜日、和田漠さんの回、もっと老けたおばあちゃんのあの人も見たかったに決めたいと思います。和田漠さん、おめでとうございました。はい。ということで、今週も本当に素敵な一週間でございました。また来週もね、いい一週間でありますようにということで、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。そろそろ皆さん、お引き取りください。